はい、NPO 法人札幌カラス研究会の中村です。さっき黄色いネットかぶっていたところ、ゴミが回収されて、ある程度大きなものは、箱置で測れて、今本当にこう、ね、の見た目ほとんど残ってなさそうなんですけど、細かいものをブト君が食べてますよ。これであとはね、もうちょっとしたらホースでさーっと水かけちゃえばすっごい綺麗になるのでね、ブト君の貢献度高いと思うんですけどね。もう人によってはここを通るたびに頭でなんか低くして通る人までいますよ。でこれ見事に全部ねお子ちゃまばっかりなんですよね。すごいです。全部ね 1,2,3,4,5,6,7 羽いてですね、全部お子ちゃまブト君なんですよね。すごい確率ですよ、こんなにお子ちゃまが残ってるなんてね。一冬越すのも大変なのになんとか越してくれて、まあ、この子たち健康そうなんでね、生き延びられる人じゃないね、あれかなと思って見てますけど、本当にねカラスの生き残りは大変ですね。ブト君を掃除してくれて助かるんですけどね、みんな分かってもらえません。ブト君頑張ろうねそれじゃあまた。